アメリカンエクリプスは19世紀初頭に活躍したアメリカ合衆国の競争馬、シュボバである。アメリカ競馬最初期の名馬で1970年に US レーシングホールオブハメに選定されている。1814年にニューヨークのジェン・ナサニエル・コールズの下で生まれた。馬名は本来は単にエクリプスであり、有名なエクリプスにちなんで付けられた。 イギリスのそれとは区別するためにアメリカンエクリプスと呼ばれる。父系はアメリカに輸入された初代ダービー優勝は大梅戸の系統であり、エクリプス系ではなくエロド系に属しているが、本物のエクリプスの地も母の母の父ポテイトーズの父として入っている。アメリカンエクリプスは優れた競争場で4から5歳及び7から9歳にかけていくつかのヒート競争。 マッチレースを戦い、8000全勝の成績を残した。この間5歳の時に3000ギニーで、コーネリアスの手に渡っており、6、7歳児は種ボバとして使われた記録も残っている。競争成績の中でも1823年5月27日に、ロングアイランドのユニオンコースで開催された南北対抗競馬は、アメリカ競馬の歴史的に重要な競争で、 北部馬アメリカンエクリプスは南部馬ヘンリーと対決した。第1ヒートではヘンリーが先着したが、第2、第3ヒートではアメリカンエクリプスが先着し、アメリカンエクリプスの勝利に終わった。この競馬には6万人の大観衆が集まり、北部の人間はアメリカンエクリプスの勝利に大いにはいたという。ちなみに、この大観衆の中の一人が、後の 第七代アメリカ大統領であるアンドリュー・ジャクソンであった。1847年に33歳の長寿で死亡。123年後の1970年に US レーシングホールオブハメに選ばれている。名誉の伝道に選ばれている馬の中でアメリカンエクリプスは2番目に時代が古い。ありがとうございます。